ラマチャンドラン・ビライアヌルース・スブラマニアン・ラマチャンドランは、インド出身のアメリカの神経界、心理学、神経科学者。カリフォルニア大学サンディエゴ校の神経科学、研究所の所長を務める。主治の神経疾患を取り扱った、一般書、脳の中の幽霊の著者として知られる。インド、タミル・ナード州、チェン内に生まれる。チェン内のスタンリー医科大学で医師の資格を取得後。 イギリス、ケンブリッジ大学トリニティカレッジで博士号を取得。オリバー・サックスを思わせるラマチャンドランの著作では、原子、反則空間虫、カプグラ症候群、共感覚など奇妙な脳神経系の現象が取り扱われているが、単なる症例の列挙にとどまらず、従来の知見にこだわらない脳機能に対する洞察と、独創的で鮮やかな実験とが報告されている。 とりわけ事故の身体イメージを操作するミラーボックスと呼ばれる単純な装置の考案は存在しない手足が激しく痛む原子痛の治療に成功しこれは脳血管疾患などによる変麻痺のリハビリテーションにも応用されているブーバー危機効果の命名者でもあるありがとうございます